サンタマリアデ・グアダルペ王立修道院は、スペイン・エストレマドゥーラ州、カセレス県グアダルーペにある修道院。4世紀以上にわたって、国で最も重要な修道院とされてきた。ユネスコの世界遺産に登録されている。修道院の始まりは13世紀後半である。カセレス県の羊飼いヒル・コルデロが、グアダルーペ菓子で、聖母像を発見したのである。この像は、 ムーア人信仰のあった714年に明らかに地元住民が隠したものだった。この発見の場所に礼拝堂が建てられた。カスティーリアアルフォンソ11世は一度以上、この礼拝堂を訪れ、サラードの戦いの勝利をグアダルーペの聖母マリアに祈った。戦いで勝利を収めると、王は聖母の取りなしのおかげで勝利したとして王家の聖地として、 グアダルーペの教会と資金を提供しての再建計画を引き受けた。1389年、セアウグスチの修道会に属する修道士たちが修道院を引き継ぎ、彼らの主要な絵とした。建設は初代委員長の命のもと続けられ、1474年にエンリケ4世、次に彼の聖母マリアデ・アラゴンが埋葬された。修道院は、 グアダルーペの聖母が数形されるメキシコのグアダルーペ大聖堂など新世界の信仰共同体を持ったことから裕福であった。エストレマドゥーラのこの地は1492年にアメリカ大陸を発見後のクリストファー・コロンブスが最初の巡礼地とした。ここで初めて彼は自身の発見を神に感謝したのである。グアダルーペ出身の修道士たちが マドリード近郊のエルエスコリアル修道院設立後も、サンタマリアデグアダルペ王立修道院は、王家の庇護を受けた。1835年の修道院の世俗化まで、修道院はスペインにおける重要なイントン地であった。20世紀、修道院は、フランチェスコ会とローマ教皇ピウス12世によって、復興し、1955年に小聖堂が、教皇調聖堂とされた。 建築物が、幾世紀も発展させられた、修道院は、まだ、アルフォンソ11世と彼の後継者たちが建てた14世紀から15世紀の、テンプロマヨールが占めている。四角いサンタカタリーナ礼拝堂は15世紀のもので、ある。17世紀の装飾を凝らした母軍で知られる。16世紀の、聖遺物礼拝堂は、バロック様式の再起保管所で、サンタカタリーナ礼拝堂と、 つながり、フランシスコデスル・バランの絵画などで華麗に飾られている。聖堂の背後は、カマリンデラ・ビルヘンという六角形のバロック建築である。印象的な漆喰の聖母の間で、ルカジョルダーノの9枚の絵画がある。この贅沢に飾られたホールの宝石は、聖母像の冠のもので、修道院に寄進されたものである。他に知られる建築物は、 ソ麗レナプラテレスクの入り口のあるムデハル様式の回廊である。他に1531年から1533年にかけてのゴシック様式の回廊と1730年にコロンブスの子孫によって委任された新教会である。しかし、イサベル一世の宮殿は1856年に取り壊された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。